なあなあ、無人島に何か一つだけ持って行っていいとしたら何持っていく？やっぱ回し車ですかね。あんたあれ好きやな。発電できるように改造したら絶対役に立ちますし。確かにいいかも。じゃあさくらは？行かないかな、無人島には。することないし。いやいや、そこ否定されちゃ話が広がらんやん。あ、じゃあ宇宙に行くとしたら、例えば火星とか。ほっぺたにひまわり詰めてても脱ぎ着できる宇宙服。なるほど。さくらは？火星もいいや。あんた夢がないな。だってここでこうやって二人と一緒にいるのがすっごく楽しいんだもん。二人はそうじゃないの？いや、それはうちらよって。同じ気持ちだけど。バサだよね。これはいろんな生き方をボサボサっと選び始めたアニマルたちの物語。ボサボサ動物ボサニマル。